11月20日日曜日、皆さんご休息のところですね、急遽日曜日お集まりいただきましてありがとうございます。中央小学校防災拠点はですね、いつも言っております通り、この順番通り入船町1丁目2丁目港1丁目2丁目4町会で構成しております。年1回この総合防災訓練をやってるんですよね。避難所の設営と応急手当を体験していただきます。でその後ですね、大体10時20分頃を目安に4つのコーナーを巡回して体験する内容に移っていきます。今日の体験コーナーは新車、あとは備蓄袋の炊き出しの試食、ベランダの手炙り体験、ミニカー乗車体験があります。教材版ごとで、2つのグループに分けさせていただいて、家族訓練を行ってまいります。皆さん赤いライン、赤いラインついてる方を体側に真ん中持っていただいて、で傷口に当てる分を取ります。取っていただいたら取った分を傷口に当ててください。クロスしては抜けたら、この最後三角筋が大体肘の内側に来るのが結構重要的です。今新型コロナウイルスが拡大している中ですので、各居住スペースというのは均等に皆様割り振りというのがございます。でこちらが今このコロナ禍で、東京とか実際に国の方で確保してくださいという4平米の、避難居室を確保できるという形になります。真ん中のクリップは上、ポールが上になる方に、そうですね、そうすると引っ張られますので、きれいに組み上がります。はい、ありがとうございます。こちらの紹介さんも完成しました。ありがとうございます。空気を入れる側になりますので、広い方のキャップを開けていただいて、そうですね、まずは広げていただいて、何センチあったっけ？身長150。こちらのエアマット。よし、じゃあ30センチ残ってるよ。かけてる姿、かけてるところ、私のおかわりを選手に来た人、はい、あったかいカレーいいですよね、温まってね。
そう、いや中であの汗かいて外で冷えたからちょうどいいよね。はい、かっこい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 い。はい、取らないよ。はい、終わりましたね。おっと。はい、入れてください。あ、ありがとうございます。かっこいい、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 かっこいい。ナース、こっち取らないよ。はい、終わりました。おっと。はい、入れてください。あ、ありがとうございます。では、あの本日ご協力いただいた、学校関係機関の方から、ご好評を、いただきます。中央小学校、創立来年で30周年になります。当初、30年前には100人ほどしかいなかった子どもたちが今は300人を超えるという12学級と使う人数が増えてきまして、毎月1回必ず子どもたちは訓練をしております。もう訓練をし続けてるから分かってるだろうと思っても毎回毎回反省して改善するところへ出てきます。今日も実際に皆様が訓練しているところを見せていただきまして、私たちも預かる拠点校として施設の面で、あ、こういうところも改善していかなければいけないとか、それからお知らせしていかなければいけないところがあるなというところが見えました。自助はまず自分の命を自分で守ること、共助は共に助け合うこと、今日まさしくここでやられた訓練だと。最後の構造につきましては、我々消防機関です。消防機関につきましては、やだ、一番最後にやってしまうというところですね。満たしても本当に戸建てが少ないというほとんどのマンションの方々が住んでいらっしゃいます。そういう形で日々私たちも努力して責務だと思って住民のためにこれからもやっていきますので、ぜひ今後ともよろしく。ありがとうございました。どうも。ですね、お土産といった形で開封いたしますので、受け取っていただいてから。